じゃあどんぐらいかかるかね。まあ近いよ、もうすぐ。もうすぐクリアできると思う。パートあと、そうだな。いや、わかんねえな、でもわからん。俺もどんぐらいかかるかは。未知の領域だから。そうそう甘くはないからな。ボスたちも。さてと、とりあえず装備を固めていったから、ぼちぼちミネアを使おうかなと思うんだよね。ミネアを使って、あとライアンも使おうか。ハグレメタルの剣試し、あとドラン使っていこうかな。今回俺休みにすっか。何の迷いもなく飛び降りたな、こいつ。ということで、トルネコスタメント、戦闘、ドラン、ライアン、ドラン、ミネア。術使いがいねえな。仕方ねえ。じゃあ、ライアンの馬車の中に入れるかな。でも、あ、ドランがなんか、それっぽい俺できんだっけ？これでいいか。おぉ。ここは、なんつう洞窟だっけ？忘れた。え、もうないの？そんなバーかな。それぞれ、おのおの感想を聞いていくか。この洞窟はクソ長かった気がする。ほんとなんか。おやつと、ちゃんとおやつとかね。カロリーメイトとか、あそこら辺、お、いきなりとか。光のドレス！やったぜ、これテンション上がんだろ。いくらぐらいだ、これ。ちょっと見せて。魔法攻撃を時々跳ね返してくれるでしょ。えー、なんだそれ。そしたらみんな専用じゃない。だって、跳ね返、自分のは跳ね返さないんでしょ。だから回復役のミネアに装備させて。ミネアっぽいもんな、光のドレスって。ハグレメタルの鎧を。ちょっとライアンに行くか、じゃあ、ここで。超強化ということで、これで行きましょう。てか、疾風のバンダーの中、意味なくなってきてんだ、ライアンも。なんだ、こいつ、素早さ。チートだろ。ライアンの疾風のバンダーいいよ。これで行くかな、疾風のバンダー。俺がなんか早いのか遅いのかよくわかんないキャラだから。これちょっと、で、祈りの指輪。あれ、女神の指輪って誰装備したっけ？クリフトだっけ？あれ？女神の指輪って誰装備してんだ？どういった？あれ、なんでライアン持ってんだよ。 なぜライアンが持ってる？クリフトの装備させとこう。あ、つうか幸せの帽子あるじゃん。むちゃくちゃやってきた。ちょっと待って、混乱してきた。これ、誰にしようかな。ミナでいいかな。守りのルビーあるなぁ。でも一番、MP 低いから、こいつ。守りのルビーを、トルネコ以外に、ライアンにしようかな。なんか、壁役として。ライアン、トルネコ、ドラムいない。よし、これでいい。つうことは、これ、一つのフロアとして、一つなぎとして見てくんないらしいな。使えねえ。お、スモールグール。こいつそんな強い敵だったのか。トルネコの大冒険だな。3、4回ぐらい出てきた。トルネコの大冒険は一瞬で終了した。トルネコ後ろ下げといた方がいいかもしれない。マーニャが強いな。なんだかんだ言った。強すぎない？尋常じゃないぞ。え？そうか、それ系か。お、来た、なんか、すげえことしてきた。おー。そういうことは、ライアンよりもブライを入れた方がいいな。死なない程度に頑張ってる。早く倒せよ。早く倒さないと自分らが死ぬぞ。お、強え！やるね。しかも、ブライの方が強いんじゃないかな、マーニャよりも。マーニャメラゾーマとかするしさ。今の場面ではベギラゴン使うのが正解だったはず。ぐらいを入れていくか。ちょっとベホマシン粒子がいなくなったのかな。まあいいや。ちょっと祈りの指輪と、なんだ。祈りの指輪と、女神の指輪で。女神の指輪って、馬車にいないやつでも敵はあるんだろうか。そこんとこどうなの？ドラン、ミネア。今現在クリフトが110だっけな。だから、ちょっと歩いて、どうだ。ダメか。これ歩かないとダメだな。ミネは多分、回復するはず。ほら。
クリフトは回復してないから、ちょっと歩かすか。高校、高校だな。で、敵が出た瞬間に帰ると。忍び足やめるか。どうする？危なくないか。まあでもいいか、急にいるし。来んなよ、先生。よし。ヒヤヒヤすんな、なんか。使わない方がいいんかな。迷ってきた、俺。強いって。えらい強いな、ここの敵。どうなってんだ。来た。トルネコの力で大地が揺れてるぞ。ドラン、こいつ使えるのか使えないのかよくわからんな。なんかこれちょっと別に笑うとこじゃないんだけど、なんか笑ってしまった。ドルネコが力をためて会心の一撃とかしたら笑うとこじゃないんだけどさ。おお、いいね。笑ってしまったわ、なんか。全然笑うところじゃないんだけどね。ドルネコがなんかすると笑ってしまう。なんか来てくれ。ちょっと魔法どのぐらい覚えんだろう。あとこいつあと1個だよな。最後何かな。クリフト、こいつあと2つかな。 3×3 覚えるからこいつも1つで、俺だけなんかあと3つぐらい覚えるのかな。わからん。こっちか。こういうあえて乗らずに行くと宝にたどり着けるケースが多いと。ダメだな、戻り道だな。こっちか。おーし、来た。これ結構いいもん入ってんじゃないかね。メダルか。おー、メダル来た。あと1個か。豪傑の腕は、豪傑の腕は結構使えたはず。あれが手に入ればそうだな。アリーナあたりにつけてやるか。なんかアイテムないのかい。ブライ欲しいな。トレネコ外してブライ入れるか。ドラン、ミネアブライか。よし。これでなんかちょっといい感じのパーティーじゃないか。 B 級の寄せ集めパーティーみたいな感じです。お、いいね。 B 級の意地を見せろ。ライアンはレッカーリーダーでしょ。ミネアはレッカークリフト。ブライがレッカーマーニャ。悲しき二軍たちの戦い。でも多分今現在のパーティーだったら俺はあれだから、ライアンの強くしてるから、ね、ライアン。聞け。ドラン結構いいかもしんねえな。ノーコストでこう敵を倒せる。でも俺としてはルーシアの方が欲しかったな。ベホンは使えるってのはでけえな。すげえ経験値尋常だねえな。クリフト、ベホン、これはたまらん。忍び足使ってる。うん、あれ、え、こっち来たぞ。うわ、なんだこいつ。鬼コンボ、鬼がコンボを持ったということか。つうか鬼コンボっつったらコンボの本体なんだろうな。後ろにいるとおまけか。Jリーグチップスの方、チップスの方だな。コンボの方、鬼の方、コンボメイン。しっかりせえよお前。コンボが怒るぞ。しまったな。そのメンツだったらアリーナとか出した方がよかったか。1?1? どういうことだ。あれか、たまに当たるけ、当たって会心系か。あ、これで合ってるの。1? っつったのだな。たまに当たる系だよな、多分。微笑みのゼータなんだ。詳細希望。うふうふ、どうした。ああ。なんなんすかそれ。戦いの時使えるって書いてあんな。そしたら俺が持つか。そかバロンの角笛も使いたい。ちょっと俺に道具を、アイテムを試す時間をくれ。ちょっと遊びに行くわ。
茶化しに行く、こいつら真面目に戦ってる前3人を茶化しに行く。つか交代するならドランとか出した方がいいな。よし、お前ら戦闘で頑張れよ。俺が後ろから、おいいの来たね。ミミックかよ、もう。まあいいや、茶化すのに最適の相手だ。さあ行くぜ、微笑みの杖。まずこっちからだ。なんだよこれ。あ、ダジャレと同じ効果かな、多分。ダジャレ言って一旦敵の攻撃封じるみたいな。あれとしてはなんだ。仕方ないな。じゃあ、しからばこのバロンの角部を。魔の大群を呼べるって言うかな。巻場王、カスケード、アマゴワクチ、モーリアロー、ピーター2にニトロニクス。なんかこれ、なんだよ。誰も来てねえじゃねえか。馬の馬への信頼がないな、あんまり。パトリシアに口利きをしてもらわないと。じゃあ、俺は帰ります。何しに来たんだって。ライアンか。ドラン前にすっか。ドラン一番前でいいや。ドランが引ける。なんかドランとパトリシアがメインみたいだな。人間が奴隷みたいになってるな。こいつか。ライアンをマーニャに変えるか。これでちょっとバランスを取る。分裂が厄介だし、こいつ打撃自体強いから長引くと大変なことになる。できれば眠らせてくれ。回復する手間を考えると、おー、いいね、すごいな今の。フラゾーマしてマヒアドしてバギークロス、三大呪文が揃い踏み。いいね。すごい、体力いくつ今ライアン。すっげ、半端じゃねえな。そういうか、そろそろ俺ドランをリストラしようかなと思うんですが、そこのとこどうでしょうか。ぼちぼち、そこ右上。じゃああそこまでドラン使おう。ぼちぼちね、俺もちょっとドランに目をかけてやってたんだけどさ、そろそろ使えないという事実を現実に俺は直面してきた。ドルヒラという現実に。なんだろう、お友達かべ、お前。ちょっとレッドドラゴンとか出てんじゃねえかよ。FF 的な敵も出てきたわ、ついに。かっこ悪いな、このレッドドラゴン。FF のレッドドラゴンはもっとシュッとしたから、FF のレッドドラゴンもさ、なんか、寝たきり老人みたいな感じでさ、こんなかっこいいとは言えなかったけど、こっちぐらいマジですよね。よーし。ん？もう 36？ え？ 36 でメダパニー。あ、そら36で覚える呪文じゃねえだろ。疲れてきたわ、そろそろ。おちおち休憩してえな。そうそう、ここら辺にさ、ご座敷いてさ、全員でなんか弁当食おうぜ。弁当食ってちょっとお昼寝タイムとしゃれ込もうじゃねえ。これはこう言ってダメか。そろそろ持ってきたお菓子よね。ロッテガーナチョコレート、魔人の鎧、すげえ。呪われるの。また呪い系かよ、この鎧は。ひどく不気味ですよ。防御力なんだよ、押しつけんな俺たちに。つか俺天空の鎧あるし、ライアンやる。ライアンどうぞどうぞ。これ魔人の鎧ってなんだっけな。あのね、そんな大したマイナス効果ないと思うんだよ。それにはぐれメタの鎧もさ、有効活用したいかな。でもな、もう他に装備するやついないしな、これ。光のドレスとかあるし。で、光のドレスをアリーナに装備させてんの。かんねえしたマジカルスカートつか、光のドレス自体結構微妙だからな。見た目はいいけどさ、光のドレスかっこいいから。まあいいや、そこまでして魔人の鎧に対して。使ってやる義理もないし。おーい、これ絶対一個ミミックだろ、絶対。黄色お金だっけ、落ちた。2000ゴールド、3280ゴールド、やったぜ。青く光っているメダル、力の種か、バックで。したこれをトルネコちゃんに。あったかよ、命の木の実。
ぐらいに使ってやるか。多分この下のやつミミックだな。ほら見ろー、絶対そうだと思ってたんだって。素早さの種、この素早さの種をちょっと俺に、あの俺ベホマゼン使うからさ、素早さ高い方がいいんだよね。というわけで、なんだこれ、イカだよ、ドローンズか。このイカラでは、電波少年的イカラの旅。やめろ。どっち行けんだこれ。あえて遠回りして宝をかき集めていきたい。ということで、トラマナ。後にここに。宝はどこだ、あった。これでまず1個目。お、豪傑の出来たし。なんだよ。え、なんか、すげえな。25万あかんじゃん、これ。トレネコに、トレネコだな、じゃあ、とりあえず。で、力の指輪をアリーナあたりに装備させてと。つうかお前、もうあと1個メダル差し出せばさ、豪傑の腕が来るのにさ、そんな先走って。んー、なんだこいつ、ドラクエ4コマの常連じゃないか、ダイマンダーさん。すずやなちお気に入り。すげえな、ただの雑魚の、雑魚じゃねえもうこいつ。雑魚の風邸を。すげえ回して。うわー、これは結構、ぐらいもういらねえな、じゃん。帰ろうか。ぐらいを変えて、トレネコにして、あとうっかり手は滑ってあり、ドランを変更しちゃう。ドランね、ちょっともう多分、今後、出番があるかどうかは定かではありません。ドラン。いや、ドラン使いたいんだよ、本当はもう。ただね、ちょっとこれから迫り来るね、強敵との戦いに。おそらく彼はついていけないだろう。真の猛者たちがね、求められる、これから。それね、こう、ブライに変えましょう。で、これで進んでいこうか。あ、忍び屋しきれてた。あと一個がどこにあるかだなぁ。結構奥の方にあるんじゃないか、やっとして。ん？これ、あそこ行ってないよな。うわ、なんだこれ。ひでえことにやってんな。どうしよう。大丈夫かな、このバーティング。ぐらいに、バッチリにして、バイキルト使ってもらって。なんだよ。あ、でもいいかも。これで、実質いった。うお。普通はあの、人間って、まあ、竜だけどさ、生き物はさ、自分の力をセーブするっていうよね。普段は。普段は 30% ぐらいの力しか使ってないっていう。今 150% の力で自分殴った。逆にどうやったらそんなに自分に対して打撃を与えられるのか。今しめだったのかもしれない今の。お、水の箱のも、やった、買わないでよかった。てかめ、なんか防具がやたらいっぱい来て、お、あ、やっとこれでぐらいがあれだな。ひでえな。鱗の盾か、あの帽子って。ひどすぎだな。どうしよう。ここがセキルートかな。右上にもなんか行けるんだよな。どっちか。こっちっぽいな、セキルート。こっちも行けんのよ。どっちかな。こっちの方に宝じゃないか。